皆さんこんにちは。AWS ブラックベルトオンラインにようこそ。本日は、そのコボルモクラウド化、AWS メインフレームモナナイゼーションと題しまして、2022年6月に一般提供が開始されました AWS メインフレームモナナイゼーションについて、どのようなサービスなのか、どんなことができるのかについてご説明します。ブラックベルトオンラインについて、 説明させてくださいサービス別、ソリューション別、業種別のそれぞれのテーマに分かれて Amazon Web Service Japan 合同会社が主催するオンラインセミナーですお好きな時間、お好きな場所で視聴できますのでぜひ他のブラックウェルトオンラインセミナーもご活用ください内容についての注意点となります本資料では2022年7月時点の情報を掲載しています サービスの使用や料金は変更になる可能性がありますのでもし AWS 公式ウェブサイトとの齟齬がありましたら AWS 公式ウェブサイトを正しい情報とご理解ください簡単に自己紹介をさせてください私は伊藤ジャッジ咲子と申しまして AWS でソリューションアーキテクトとして主に製造業のエンタープライズのお客様をご支援しています米国で長く住んでいた頃には 医療業界でレガシーからの移行をししていました APL というコぼる言語と同い年ぐらいの古い言語で構成されたシステムからドットネットフレームワークにリアーキテクティングやリライトするなんてことをしていた一開発者でしたなのでレガシーからの移行については言語は違えど状況は骨に染みて理解できます 本セミナーの対象者様としましては20世紀から多くの商用システムを支えてきたメインフレームのシステムを所有している企業様そしてその資産をクラウド移行したいと考えたことのある CEOCTOIT 国誕生社様またメインフレームに限らずレガシーシステムを運用中の方やそのシステムを将来どうしたらいいのかまた どうやったら運用できるのかを決めかねていて、不安な方などを対象して、こんな突破口がありますよという選択肢の一つをご提示できたらいいかなと思っています。今日お話しすることです。まず、メインフレームとはというお話を軽く触った上で、メインフレームモダナイゼーションのご紹介をいたします。 そして AWS の移行プロジェクトのサポートとはどんなものがあるのかの話をして AWS のメインフレーム大規模移行の事例はどんなものがあるかのお話をいたします最後に料金のお話をしますでは本題に入りますこのサービス名メインフレームモダナイゼーションという紹介をしましたメインフレームとは何でしょう 前世紀から生き残ってきた方々には、釈迦に説法になってしまいますが、念のため導入で軽くお話しさせてください。メインフレームとは、戦後、日本が高度経済成長期だった時代、そうですね、1回目の東京オリンピックが開催されて、東海道新幹線が敷設された頃、ずいぶん昔に多くのビジネスで使用された大規模処理を行うコンピューターのことです。メインフレーム自体は、 中央集権型で非常に高価なのですけれどもターミナルから操作するクライアント側はまあ単純なことができればいい計算能力が低いものでした生産している企業は IBM や日本では富士通日立 NEC などの企業になっています使用言語はコボルフォートラン、PL1 などなどを使って製品により異なる仕様を持っていました 特にに手続ききが複雑な業界での大規模計算処理に使われてきていまし,たしかしこれらの技術セットは製品に特化されたものであり拡張性が低くオフラインの作業が前提のものが多くて21世紀のワークフローで稼働させることが難しくなってきています。要するに多くがレガシーシステムと考えられています。しかし、か多くの 複雑な手続きが歴史的にこのメインフレームで行われてきておりますためメインフレーム資産をお持ちの企業ではメインフレームのレガシーシステムをどうするか現代でこの資産を活用するためにはどうしたらいいのかといった課題に取り組んでいます取り組むと簡単に言っても様々な課題が立ちふさがります例えばメインフレームはメーカー独自の DB や スケジュールサーバーなどに依存した構成をとっていたりリリース前の周辺システムとの調整に大変時間がかかるためにリリースサイクルが長くタイムリーなイノベーションが不可能でいやそもそもここのののプラットフォーームでで21世紀のイノベーションが生まれるのかどうか、どううとということも疑問です。使用されているレガシー言語を理解する人材も当時30歳だったとしてももう定年退職していたりもうすぐ定年だったり。 じゃあ若い方々に「コボルを教えてコボルを書いてもらおう」と言ってもじゃあその方々の30年後のキャリアはどううなるんだとかいう問題もありますねまたメインフレーム自体非常に高価な製品のためその保守やベンダーとの契約上一部改変ができないとか改変しようにもコードにドキュメントがなかったりドキュメントがなかったらほぼ古文書読んでるのと同じ状態になってしまって何もわからないといったことが起こります。 ただメインフレームの資産を所有する企業様もせっかく持ち続けてきた資産をモダン化してクラウドで活用したいと考えていますし現代のワークフローで過去の知見を活用したいとも考えています。現代のインフラに乗せればコストも低減でできそうですしかしその一歩を踏み出すためにはいろいろな疑問が湧き上がります。コストトメリットはあるのかとかと 大きな計算資産のうちどのコンポーネントからモダン化するのかどこまでモダン化できたらゴールなのかリアーキテクティングやリライトのエキスパートはいるのかテストはどうするのか前と同じパフォーマンスが出るのか今までオンオフラインが前提で作ってきたけれどもセキュリティは担保されるのかなどなど無限の疑問が湧き上がってきて不安が山盛りで圧倒されてしまいます移行戦略を整理してみてそんな不安を 整理して考えてみましょうメインフレームに限ったことではないのですがレガシー資産をモダン化するのにどうしたらいいのかどんな戦略が取れるかということを考えてみるのがこちらになっていますまずどのような資産があるかを照射しますアセスメント評価して優先順位をつけますその評価を元にしてメインフレームなどの レガシーシーステムの,身の振り方を決めますアプリケーションのアーキテクチャをなるべく変えずにクラウドに持っていく方法リプラットフォームという形も取れますまたクラウドに最適化する形にアプリケーションを書き換える個数はかかるけれども言語ごとに書き換えるということで移行後の開発者スピードやコストの削減が見込めるというリファクタリングという方法もあります 回収コストや移行期間によってどの方式を選択するかは重要となるんですけれども優先順位をつけるとというところが重要です最終的にモダンなアプリケーション例えばサーバーレスやマイクロサービスのシステムに大きく変革するリアーキテクチャやリビルドするということも考えられますがメインフレームの場合規模が大きいため一気にそこまでやろうとすると移行全体で長い時間がかかってしまいます。 長い時間移行の間システムを止めるというのはなかなかビジネス的にも難しいでしょう。なのでメインフレームの場合はもちろんケースバイケースにはなるんですけれどもまずまず that's メインフレームというところを優先して第2フェーズでモダンなアプリケーションへ変革するということを多くの場合推奨しています。今回お話しするメインフレームモナナイゼーションはリプラットフォームとリファクタリング をマネーージドでサポートしますそれでは本日のメイントピック AWS メインフレームモダナイゼーションの紹介に入ります AWS メインフレームモダナイゼーションはメインフレームのアプリケーションの移行にフォーカスしたプラットフォームですメインフレームのプログラム資産をクラウドに移行するための一連の作業をマネージドで行います まず現行のメインフレーム計算機器の試算で何をしているのかアプリケーションにはどのようなものがあるのかなどの依存関係を分析し次にモダン化のためアプリケーションに必要なコンポーネントやインターフェースを開発します。そして開発したアプリケーション環境が稼働するランタイム環境を作成してデプロイして現行のメインフレームのプログラム試算を 弾力性の高いクラウドの環境で運用できるところまで自動化された DevOps パイプライン上で実行します。なお DB やスケジューラーの移行はこのスコープ外となり別途移行が必要となります。この AWS メインフレームモダナイゼーションの利点としましてはその移行の俊敏性がまず挙げられます。マイグレーションチームの立ち上げや機器の購入や そののためをを通すなどをしなどしくてもよいまた AWS のマネージドサービスなので移行のために用意するインフラやオペレーティングシステムを心配する必要はありませんさらに信頼されたツール群これは後からご紹介しますけれども現在までレガシーシステムの移行に広く使われてきた2つのツールをご選択できますまた AWS の広く信頼されたインフラストラクチャー上,上での 移行となりますすのででセキュリティも安心ですこういった効率的なツール群を使用しているので高可用性や弾力性に優れたサービスでもし一度の移行をしたくなければ段階的な移行をするといったこともお客様のご強行に合わせた移行をすることが可能ですしそして何よりもコスト効率が高いというところが強調できます。 オンンデマンドなのでマイグレーションのためにサーバーを購入する必要はなく移行に必要な時だけ立ち上げればよいのです。AWS メインフレームモノナタイゼーションの移行で使えるツールは2つあると言いました。1つ目はリ e プラットフォーム。アプリケーションのコードやフォーマットはそのままにしてインターフェースだけを作って新しいクラウドの環境とのやり取りをして 従来のアプリケーションははそのままま動動くというう形にしす。す。もう一つは自リリリファクタンングですアプリケーションコードを変換しますつまり出来上がったコードは新しいコードだしデータフォーマットも新しくなります重要なのはどちらの形式でも結果として実行されるビジネス機能が同じというところですそもそものレガシー資産のクラウド移行の背景が 現行のメインフレーム資産の継続利用なはずですのでここがブレてはいけませんでは最初にリプラットフォームを行うマイクロフォーカスから見ていきますマイクロフォーカスを使ったこの移行ではメインフレームの機能と互換性を残した形で移行しますメインフレーム上の c o b PL1 アプリケーションのリホストを 低コスト、低リスクで実現させるだけではなくて、将来のモダナイゼーションに備えることもできます。アプリケーションのコードやフォーマットはそのまま残りますが、メインフレームコンパティブルマネージドランタイムを使用して API を介した従来のアプリケーションの稼働をクラウド上で実現します。インフラをクラウドに持ってくるだけのリープラットフォームだけではなくて API を介すことにより、 モダンなプラットフォームでイノベーションが可能な、柔軟性の高いアプリケーションにセカンドフェーズで進化するという利点があります。アプリケーション以外でのサードパーティーユーティリティとなる商標印刷やジョブスケラスケジューラーは、今まで使われていた、例えば JP1 などのイ EC2 インスタンス上に別途構築をしていただいて、 そこでご利用いただいてブロックのように組み合わせた構成を取ることが可能です。もう一つ、メインフレームで使用されているコードをリファクタリングするという方法があります。こちらは AWS に去年合流した BlueAge ーーの技術を使用して CoVol, PL1, JCL を Java に変換します。そしてさらにコンパイルしてテストします。最後にコードの質や エラーが出ないかを確認してテストが行動隅々までしっかりカバーしていることを精査しインスタンスに移植します変換するというところでいやうちのメインフレームで走っている行動は結構特殊でとご心配される方もいらっしゃるかもしれません AWS の方で変換が可能かどうか事前に行動いただき個別にアセスメントさせていただいてそれからご利用のご検討をいただけます ぜひ、技術支援窓口にご連絡ください。マイクロフォーカスやブルーエイジ、双方に言えることなんですけど、マネージドサービスなので EC2 インスタンスなどの仮想サーバー上にマイクロフォーカスやブルーエイジをインストールして使用するのとは異なって、ライセンスのコストを考える必要はございません。とここまでメインフレームモダナイゼーションについてお話ししてきましたけれども、ここで俯瞰的にメインフレームの クラウド移行自体のお話をししてみましょう実はレガシーシステムが AWS へ移行する際のパスとしてはメインフレームモダナイゼーションはあくまで一つの選択肢です。AWS では移行プロジェクト自体をサポートするマイグレーション・アクセレレーション・プログラム for メインフレームというプログラムがあって 多くの APN パートナー様と協業してメインフレーム資産を AWS へ移行するというプロジェクトのサポートをしています。メインフレームモダナイゼーションは選択できるツールの一つとなります。AWS とパートナーと AWS のプロフェッショナルサービスがアプリケーションの移行を自動化してリスクを最小限にとどめつつアプリケーションの移行を加速します。 実際のメインフレームの大規模移行の事例としましてはオーストラリアの K マート様がいらっしゃいます。こちらはリプラットフォームマイクロフォーカスを使った移行事例です。K マート様はメインフレーム上での小売りのシステムを稼働させていましたけれどもマイクロフォーカス社のエミュレーターを使ってこの既存のシステムをクラウドに移行しました。変更点が少なく 移行リスクを抑えられたので、非常に短い期間でクラウドへの移行を完了されています。現状のメインフレーム上での稼働する資産をそのまま利用して、システムのモダン化を成功した例となっています。最後に、料金のお話をいたします。このメインフレームのクラウド移行に多く寄与するメインフレームモダニゼーション、残念ながら、 現在のところは日本では提供されておりませんがノーザンバージニアオレゴンシドニーカナダフランクフルトアイルランドとブラジルでの提供となっています例えばバージニア州でのお値段では1時間あたり56ドルとなっていますなので例えば1ヶ月メインフレームモナナイゼーションを動かしてブルーエイジアナライザーを使ったとしても毎月1のお値段 ドルぐららいいいととう資産となりまますすこちののリンク先の料金掲示に掲載されていますブルーエイジやマイクロフォーカスを使用するライセンス費用や追加のツール代などは必要ありませんし使った分だけの支払いなので移行後に無駄な資産が残ることもありません。また30日間の無料枠も用意されています。 メインフレーム資産をお持ちの企業様は、ぜひお試しいただければと思います。本日はメインフレームモダナイテーションにつきましてご紹介いたしました。ご静聴ありがとうございました。以降は、ブラックウェルトオンライン共通のご案内になります。